皆さんこんにちは、渡辺亮です。いつも動画をご視聴いただきましてありがとうございます。本日は順行と逆行どっちがいいのか徹底比較、はい、ということでですね、西日の公園に来てみました。夏の5時過ぎの公園にいます。で、今日はねすごい天気が良かったんで、今ちょうど夕焼けの時間帯なんですけれども、ね、セミうるさすぎるけど大丈夫ですかね、これ。まあ大丈夫ですかね、はい、大丈夫という体で進めていきますけれども、写真を撮るときにね、順光と逆光どっちがいいのみたいな話ってよくあると思うんですけど、どっちがいいかっていうのは私は答えることができないんですが、その代わり順光と逆光だと写真の雰囲気っていうのがだいぶ違ってくるので、それがどういう風に違うかっていうのを理解して、自分が撮りたい写真の雰囲気に合わせて自分で自由に順光で撮ったり逆光で撮ったりってね、そこを選ぶことができるのが一番いいよっていう考え方を私はいつも説明していると思います。なので今回は、今ねちょうど西日ですごい順光と逆光っていうのがこうパッキリ分かりやすい時間帯になってきたんですけど、ちょっと雲にかかっちゃうと分かりにくいんであれなんですけど、こうパッて、ね、光が出てくれたらもっといいなと思うんですけど、西日の感じで、今日の車体のあっちにね、コテコとカズさんがいますので、撮ってみて順光と逆光がどういう風に違うかっていうのを紹介できればいいかなと思っています。それでは早速やっていきましょう。はい、撮影場所を説明しておきますと、こんな感じで芝生の広がっている場所です。空のこっち側に太陽があって、もう西日なのでもうすぐ沈みそうっていう感じですね。なので太陽に向かってこっち側から撮ると逆光になりますよ。こんな感じで、ここからくるーっと回って、こういう角度だと、今は画面の左側から太陽が当たってサイド光ですね。サイド光、こうやって見ると順光になります。そうすると動画でもわかると思うんですけど、青空の色がはっきり出て、グリーンとか物の色がはっきり見えている、これが順光です。こっち側を向くとまたサイド光、今度は画面の右側の方に光源があって左側が影になっています。で、腰とまた逆光に戻ってきました。逆光だとこういう感じで空の部分とグリーンの部分両方入れてしまうと明暗差がすごいので、グリーンの色があんまり出なくて、だいぶシルエットっぽい写り方になってしまいます。でもここでちょっと下に向けてこういう風にね、空を切っていくとまだ色がわかるかなっていう感じになります。なのでこの光ですね、これをうまく活かしながら撮ってみようかなと思います。
子が自由に行動しすぎてしまうので、カズさんにシャボン玉をやってもらおうと思います。あれどこまで行くの？どこまで行くの？はい、ということで20分ぐらい撮ったので撤収をしようかなと思います。今回はね、逆光と順光に分けて撮ってみたので、そうだな、普段だったらね、もっとこの逆光と順光の間のね、サイド光っていうのもあるんですけど、特にこっちは逆光、こっちは順光っていうのが分かりやすい感じにできているかなと思います。で、逆光で、よいしょ、撮った写真のお気に入りとしてはこれとか、すごい逆光っぽいかなと思うんですけど、ここ本当なんか合成したみたいな感じですけど、全然これ合成してなくて、上からこの太陽がちょうどこうふわーってね入ってくると、こういう感じですごいドラマチックな印象で写真が撮れます。逆光の特徴ですね。特に難しい設定はしてなくて、普通に絞り優先モード、 A モードで露出補正をプラス 0.3 にしているような感じです。順光で撮った写真のお気に入りは、もうこれはさ、光の問題っていうよりか、こちゃっこがいい表情をしているっていうところの要素が大きいと思うんですけど、順光で撮るとやっぱりこういう風になって色がはっきり出て、光の雰囲気もすごく光のコントラストが強い感じで映ります。はい、ちょっと重たい、よっこいしょという感じで、まあ結局やっぱり子供撮影とかになっちゃうと光ももちろん大事なんですけど、やっぱりね、子供の表情がいいか悪いかっていうのが本当一番重要な要素になっちゃうかなって思います。わあ、触んないで。まあということで、これを見てもらうと、なんとなく逆光と順光どっちがいいかっていうことではなくて、逆光と順光で撮るとね、こんな風に雰囲気が違うよっていうのが分かっていただけたら嬉しいです。設定をするっていうことではなくて、今私がやっていたみたいに自分と被写体の向きですね、それをこういう風な向きで撮るか、こういう風な向きで撮るかっていうね、この向きの違いだけで逆光と順光っていうのはもうどうにでも好きに動く被写体、ね、人物とかを撮るんだったら変えられますので、機動力ですね、撮る、撮影をするっていうのはスポーツと一緒なんで、たくさん、観察してこう周りを動き回って撮る必要があるっていうことが分かったかなと思います。そうだまだはい、ボケット座ってていい写真が撮れるっていうことは、まあ、ジャンルによったらあるのかもしれないけど、こういうね、子供撮影とかだったらもうまずね、ないよね、もう動かないといけない。あ、すごい綺麗まあ、あと子供写真のポイントで言うと、まあ、今日みたいにね、シャボン玉とか使うともう写真的にも綺麗だし、結構子供の注意を引けるので、すごくね、役に立つアイテムかなと思うので、シャボン玉を使えるっていうのを思い出してもらえると嬉しいです。はい、ということで今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が少しでも面白かったよとか役に立ったと思っていただけた方は、高評価ボタンやチャンネル登録で応援のほどよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。今回の使用機材はニコン D850 と 58mmF1.4 の単焦点レンズです。A モード F2.0 はずっと固定のまま撮影しています。インスタには今回の写真のフィルムカラーバージョンも載せているので、よかったらフォローしてみてください。
I swear that I've been on